こんにちは、飛鳥塾の中山です。平和ボケ、あまり好きな言葉ではないですね。以前映画永遠のゼロを紹介している記事を読みました。涙が止まりませんでした。この中で特攻隊で死んでいく若者を教育している教官の心の中がまるで実写を見るように目に浮かびます。自分は若い尊い命を死なせるために教育をしている。60数年前この日本で現実にこういうことが起きていたんですよ。作り話でも物語でもなく現実にね。国のため、家族のため、愛する者のため、名誉のため、自ら志願して死にに行く若者が現実にいたんです。国がそういう方向に国民を導いたのも悲惨ですが、今の時代を考えるとまるで別の世界ですね。時代だけではなく、その中に暮らす人間自体もまるで別の種族ではないかと思うほど、外国人から見ると現代の日本人は世界で一番危機感の薄い国民らしいですね。あれだけの危機を体験してきたというのに。私は何も平和がいけないというつもりはさらさらないのですが、少々平和ボケしていませんかと問いたい時もあります。車が近づいても横に広がったまま歩いていく。遠慮がちにクラクションを鳴らすと睨みつけるだけで避けようともしない。お前が避けろよと言わんばかりの目で。こういう人に限ってもし何か不幸に遭遇しようものなら、私は何も悪いことしてないのにどうしてこんな目に、なんてね。日頃の行いだよ。自分に返ってきただけですよ。危機管理は自己責任でやる覚悟をしましょう。自己管理、自己をコントロールする力を学びましょう。この二つは世の中がどうであっても失ってはいけない、人間の品性にも関わることではないかと私は勝手に思っています。戦争の肯定否定の問題ではなく、一個人の品性として、日本人の武士道として、会社を思う側員の情としてですね。ではまた、最後までありがとうございました。私たちはスポーツ上達や武道の極意を伝承するために、古武道の体の使い方と体幹トレーニングを含む意識や心の使い方を研究し指導しています。このような体幹力や体の使い方、潜在意識の引き出し方など達人力にご興味があれば、この動画の下部の URL をクリックして詳細をチェックしてみてください。またチャンネル登録とあなたのご参加をお待ちしています。